ンポン。学校お仕事お疲れ様です。今日は私ゆすきゆかりが視聴者さんの疲れを癒すためお奉仕させていただきます。はい。なんか混じってる気がするけど続けて。社会人の皆様にはまず一杯注がせていただきます。銘柄はキビン。すげえ瞬発力上がりそう。お酒が苦手な方や未成年の方にはこちらペプシブルー。すげえ年代割れそうな飲み物きた。うわ美味しい。お前が堪能すんなや。ただいま。唐突に何。お次はこちらシャカシャカポテト。なんでや。これをみんなのパワーでめちゃくちゃ美味しくしちゃいます。なんか趣向変えてきましたね。はい、はいじゃないが、なんや。今からこれを持ってあかりちゃんは、ニャンポンと言います。は？皆さんはそれに対して、ニャッチューだおーおー、と返しましょう。待て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 や。ふざけんな、こう。あかりちゃんは視聴者さんの期待を裏切る。そう言いたいんですね。く、いやでもこんなもん誰もと、ああ、絶望の眼差しが刺さる。ああ、受ける。しばき倒すぞ。はい、行きますよ。せい。にゃん。ニャンチューだおー。にゃんにゃん。にゃんちゅうだおー。にゃんにゃん。にゃんちゅうだおー。にゃんにゃん。おい、さっきから撮ってるやつ誰だ、出てこい。どうですか、皆さん。1万。じゃあ私3万。てめえ何人の写真売っとるんじゃボケー。ペプシブルーうま。うるせえな、お前ワンテンポは1000円だよ、引っ込め。はい、寝ます。はあ、眠る時にはもちろんこれ。スマホによって凝り固まった目元を優しくほぐす超有能アイテム。ポッドアチマスク。いや、これお前の顔マスクだろうな。何がほぐれんだよ、怖えよ。あ、気持ちいい。視聴者さん、躊躇ないですね。はい、寝ます。ニャンチューだおー。ピンポン。すげえ有効活用したい素材があるんですがいいですか。素材？素材っていつもお世話になってるフリー素材のことか。はい。まあ別に有効に使うんなら制作者の方も嬉しいんやろ。別にええんやないか。ではこちらの素材を有効活用したいんだ。待て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 。じゃないよ。何これ、ステマッチョ。初めて聞く単語だな。まずはとりあえず黒板にオーバーレイしますか。やめろや。味わい深いですね。何味これ。うん、ここはここはだよ。キーホルダーとかどうです。うわ、キッズ。防犯ブザーとかは。はい。あかりちゃん不審者やって。いいから。しゃあないな。グヘヘ、襲っちゃうぞ。グヘヘ、襲っちゃうぞ。キャー。どこが防犯ブザーでどっちが不審者やボケ。うん、声とかもうちょい高い方がいいですかね。いや、そこはビビたる問題だわ。そもそもセリフがおかしいだろうが。グヘヘ、襲っちゃうぞ。声高すぎて逆に怖え。ま、とにもかくにもこれで有効活用ミッションインポッシブル可能になってんじゃねえか。コンプリートね。これで世界に平和が訪れた。そしてさらに次の資格が現れる。いらんいらんいらん。ピンポン。もう限界や。その限界の先見たくないか。うるせえな。もう突っ込み疲れた。うち休む。やだ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 。あれは幻のだたっこあかり。それは何ですか先生。181回に1回出ると言われるあかりちゃんの SSR。 確かに今181話目ですもんね。生きてるうちに見れるとは。わかんときましょう。なんでやねん。ああ、また突っ込んじゃった。もうやだ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 。ふむ、よし、あかりちゃん一旦突っ込み休みましょうね。え、でもそれじゃ動画が。大丈夫ですよ。今回は当劇場内の超新星にお任せしますから。そんなのいた。お願いします。はい、どうも先生。超新星結構上の方じゃねえか。8時だよ、全員集合。古い古い古い、笑いが古いの。ジェネレーションギャップだよ。ああ、また突っ込んじゃったよ。おーおーおー、再チャレンジですよ。オッケー。へい、うちの劇場の超有名エース、出てこいや。はい、どうも。誰と誰。うん、どっち。こいつらで誰捕まえんねん。うわー、奥の手。これうぜーん。てか、ゆかりちゃん出ろよ。私はあかりちゃんかついなちゃんとしかお笑いしたくない。嫌だからついなちゃんとやれや。ああ、ああじゃねえよ。おーおー、ピンポン。ぐやー。なんやねん、うっさいな。またゆかりちゃんが規制でも上げてるんか。ぐやー。キャー、普通に化け物。あれは魔人ブー。多分違くない。髪型どうした。おっす、こらこれら。名前間違えてんな、原作読んでこい。クリリンのことかー。うるせえな、急になんだよ。てか、君がそのセリフ言うの。カカロット。はい。ああ、君ね。君が悟空役でいいのね。今まで何度地球を救った。スイナちゃんはベジータかな。たまには地球の奴らにも責任を取らせてやるな。元気者の弱いだ。髪型の再現が雑。よっしゃー、行くぜ。地球上の50歳以上のみんな、俺に元気を分けてくれ。変なセグメント起きるんじゃねえ。あー先生ー。お前50歳以上だったの。あーみんな50歳以上かよ、だいぶ上だな。キャー、形歪みすぎ。いってー君。あー、編集しょぼすぎて絵面がしょべえ。はっ、髪型雑。おめえはすげえよ。またな。はっ、どうじゃねえよ。